入学式が1年以上延期されるなど、新型コロナで苦労した学生たちです。東北大学の卒業式が5年ぶりに保護者も出席して行われました。卒業式には10の学部の卒業生と保護者らが出席しました。式では大野秀夫学長が幅広い領域での総合的で学際的な知識と素養を磨き続けてくださいと卒業生を激励しました。続いて卒業生の総代が答辞を述べました。この4年間の大学生活で得た知識や経験を生かして立ち向かい、その解決に貢献することが私たちの使命だと言います。今年はコロナ対策の緩和により、5年ぶりに合唱部などによる学生歌も披露されました。自ら話しかけに行くこともちょっとやっていいのかなっていう、ためらいがあったので、そこで友人を作るのに少し苦労しました。東北大を卒業して、日本に貢献してるんだぞっていうのを、なんていうのかな、その自信を持って仙台の人たちに報告できるように、そういう社会人になりたいなというふうに思います。